第二次中東戦争、第二次中東戦争、第二次中東戦争は、エジプトとイスラエル、イギリス、フランスがスエズ運河をめぐって起こした戦争のこと。スエズ動乱、スエズ危機、市内作戦、スエズ戦争などとも呼ばれている。スエズ運河はフランス及びエジプト政府による資金援助で1869年に開通した。 しかしこの建設費負担のためにエジプトは財政破綻し、エジプト政府保有株はイギリスに譲渡された。エジプトはイギリスの財政管理下に置かれ、後に保護国となった。運河はイギリスにとってインド、北アフリカ及び中東全体への戦略上重要な地点であり、その重要性は二つの世界大戦によって証明された。第一次世界大戦時、運河は 英物によって同盟国側の船舶通行が禁止された。第二次世界大戦時は北アフリカ戦域において粘り強く防衛された。1952年に軍事クーデターで政権を掌握した自由将校団はナギーブ将軍を大統領に擁立すると翌年に国王を退位させ共和制へと移行させた。また、スエズ運河地帯に駐留していたイギリス軍を 撤退させる協定を結ばせる一方で、米ソニ大国のどちらにも関わらない非同盟主義に立つなど、アラブ世界の休合に努めた。しかし、アメリカ合衆国がイスラエルへの配慮からエジプトへの武器供与に消極的だったこともあり、1955年9月27日に、東側陣営のチェコスロバキアと兵器協定を締結し、新式の兵器を購入する中東における 軍備供給の独占を崩された西側諸国との関係が悪化してフランスは対抗措置として最新の戦闘機をイスラエルに売却しアメリカ合衆国やイギリスなどからアスワンハイダム立て資金の世界人口の融資を撤回されるという報復を受けた。こうした中、1956年に大統領に就任したナセルは7月26日にスエズ運河の国有化を行った。 このナセルのやり方に憤慨した英国首相、アンソニー・イーデンは、運河の国際管理を回復するために数ヶ月間に、渡り、エジプトとの交渉を続けたが、決実はなせず、フランスと協力して、エジプトへの軍事行動を構想し始めた。また、フランスは当時アルジェリア戦争において、エジプトがアルジェリア民族解放戦線に対する各種援助を提供する。 実質上の被護者であると誤解し、ナセル政権を打倒することこそが、アルジェリーにおける紛争集結に結びつくと考えた。7月から8月にかけて、パリとロンドンを訪問した、イスラエルの国防省長官シモンペレスは、英国とフランスがエジプトへの軍事行動を本格的に考えていることを知り、9月半ばに、再びパリへ戻り、戦争に備えるための武器の調達に奔走した。 フランスはイスラエルへの武器提供を積極的に支援し、ペレスはフランスのイスラエル支持の姿勢を確かめることになった。英仏領王国政府はエジプトに侵攻して、スエズ運河地帯の確保を画策したが、第二次世界大戦以後、かつてのような侵略目的の戦争は、避難を浴びる社会となっていたことから、英仏が目をつけたのが第一次中東戦争で、エジプトと敵対していた。 イスラエルであった。エジプト革命の際にイスラエルはエジプトを攻撃しており、これに激怒したナセルは、イスラエルのインド洋への出口である赤羽湾と航海をつなぐチラン海峡を軍艦を持って封鎖していた。これによってイスラエルは経済に打撃を受けていた。スエズ運河の利権を手放したくない英物と、チラン海峡における自国船舶の自由航行権を確実なものと、 するためにエジプト軍をシナイ半島から追い払いたいイスラエルは利害が一致したため三国は事前に調整を重ね10月末の実行が決定した。英仏の海軍艦隊が地中海エジプト沿岸に派遣され侵攻を待った。だがイスラエルがシナイ半島へ侵攻したところで英仏政府が兵力引き離しのためにイスラエルエジプト両国に軍を シナイ半島から撤退するように通告した。当然どんな国も自国領土から撤収するはずがないので、エジプトへの制裁を退任名分として、エーフッツ軍が介入し、エジプト軍をスエズ運河衛星へ追い払った上で、スエズ運河地帯を兵力引き離しのため干渉地帯に設定して、平和維持を名目に、エーフッツ軍が運河地帯に駐留し、イスラエルはシナイ半島を占領する。 というのが3カ国が描いた筋書きであった。イスラエルはこのため、フランスより多くの軍事援助を受け取っている。AMX-13 戦車250両を獲得したほか、援助の 75mm 対戦車砲を搭載した M50 スーパーシャーマン50両も整備された。1956年10月29日午後5時、イスラエル国防軍。 ラファエルエタン中佐式の落下3部隊395人が国境を越えて市内半島のスエズ運河から 72km の地点のミトラ峠に降下し進行を開始した市内作戦。イスラエル陸軍は10交旅団の兵力で3カ所から市内半島に進行しアリエルシャロン大佐の落下3部隊第202空挺旅団もイスラエル国境から砂漠を 横断する、る。補給のの確保のため陸路市内入っているエジプト軍は、市内半島東部やガザ地区に、不評二個子団、気候一旅団などを配置していたが、各所で撃破されている。第一次中東戦争の時とは違い、英物の兵器で、重武装したイスラエル軍に対して、エジプト軍は防戦一方となり、撤退を繰り返した。10月30日午後、 ロンドンで英国政府により、スエズ運河から少なくとも 16km 内陸に入った地点まで兵力を撤収するという最終通告がイスラエル・エジプト両国代表に手渡された。この時点でエジプトは運河を完全に占拠しており、イスラエル軍はそこから約 50km の地点にいた。ため、この通告は事実上、エジプトに対する運河からの撤去命令であり、 英物の目論みによるものであった。ナセルは苦しい立場に置かれたが、結局通告を拒否して、徹底抗戦の意思を表し、エジプト軍は、スエズ運河を物理的に通行不能にさせる、実力行使に出た。すなわち、艦船を運河に沈めて、バリケードを築いたのである。10月31日の早朝、エジプト海軍のフリゲート艦、イブラヒム・アル・アウワル。 旧半と旧駆逐艦からの砲撃がハイハーに向けて行われたが、フランスの駆逐艦クレセントの迎撃や、イスラエルの戦闘機2機、駆逐艦エーラートとヤフホの攻撃により、イブラヒム・アル・アウアルは被弾、発電機等が破壊された。そのため、イブラヒム・アル・アウアルは降伏し、ハイハー港に栄光された。同日には、英仏軍によるエジプト領内への爆撃も開始されている。 通告の回答を保留したイスラエルは単独でエジプトとの地上戦を続けた。シャロンはエジプトがあの防御の固いミトラ峠を攻略しないよう、参謀総長、モーシェダヤンに命じられていたが、偵察隊と称して、モルデハイグル少佐の指揮する部隊、一個大隊総統、さらに一個大隊を増援を送り込み、この部隊はエジプトの待ち伏せに会うことになった。 38人の死者を出したものの峠は攻略され、エジプト側の死者は200人を超えた。この作戦に関してダイアンとシャロンは激しく批判され、二人の確執を生むこととなった。11月2日までに、イスラエルは途中ソ連製戦車 T-34 など戦利品を獲得しながら、スエズ運河の東 15km の地点までたどり着いた。 同じく11月2日に1万人以上のエジプト軍人が駐屯するガザ地区も攻撃を加えた。同日中に国連の調停によりガザ地区のエジプト軍政官が降伏した。A フッツ軍は11月5日、市内半島への侵攻を命じた。さらに A 軍が落下3部隊を持ってスエズ運河西岸ポートサイドのエジプト軍を吸収した。 エジプトの降伏は目前かと考えられたが、ここでアメリカ合衆国のアイゼンハーワー大統領が冷戦で対立していたソ連のブルガーニン首相、エーフツイスラエルへのミサイル攻撃を主張する強硬派デったとも手を組み、停戦とエーフツイスラエル軍の即時全面撤退を通告した。連合国として賛成すると考えていたアメリカが事実上エジプト側に回ったことは、進行参加国にとって、 大きな誤算であった。国連では、英仏の拒否権行使を押しのけて、米ソが採択させたによって、平和のための結集決議での国連緊急総会が招集された。A、仏、イスラエルに対し即時停戦を求める決議を求める、総会決議99が11月2日に採択された。アメリカ合衆国、国連、ソ連により圧力を受け、 11月6日に英仏が停戦受諾、11月8日にはイスラエルも受諾し、全軍の停戦に至った。イスラエル軍の撤退後、九戦ラインのエジプト側には、PKO として第一次国際連合緊急軍、ユネフが展開された。これは当時のカナダ外相、ピアソンの提案であり、ピアソンは翌年にノーベル平和賞を受賞した。結局英仏は、 スエズ運河を失い、イギリス首相、アンソニー・イーデンは敗戦の責任を取らされる形で、辞職した。アメリカはナセルをこれ以上追い詰めて、ソ連が介入してくることを恐れたが、しかし、英仏軍撤退の瞬間に、アメリカが欧州に対して圧倒的優位であることを、世界に誇示することができた。イスラエルは率先して、戦いを仕掛けたとして、国際社会、 主にアメリカから非難された。ガレス国務長官は経済制裁を示唆し、イスラエルは上級特使としてハイム・ヘルツォングとゴルダメイアをメリカに派遣した。1956年11月14日にイスラエルのクネセト議会で制圧した全地域からの軍撤退を決める合意がなされた。首相兼国防省のベンイコールグリオンは右派政党の批判を抑えながら、 1957年3月16日に撤退を開始させた。対してエジプトは国有化宣言を実行できた上に、イスラエルと英仏に対して正面から戦ったことで、アラブから喝采を浴び、中東での発言力を確固たるものとした。ナセルは、翌1957年1月に、国内の英仏銀行の国有化を宣言、エジプト国内の欧州勢力を一掃し4月には、 スエズ運河の通行を再開した。しかし英物は惨憺たる結果で、イギリスは戦費として5億ポンド近く出費したが戦果は得られず、それどころかポンドが大幅に値下がりし、一時スターリング圏が崩壊寸前まで至った。それが原因となり、アメリカに対して経済的立場が弱くなり、以降は追従せざるを得なくなった。 フランスもこの戦争で得たものはなかったが、米ソ以外の新しい勢力として、ドゴール主義を根幹とする新しい外交政策を作り出した。スウェズ運河が封鎖を受けたことで、西側世界の船舶には不足が生じた。これを補うためアメリカの国防予備船体から223隻の貨物船と29隻のタンカーが現役復帰市民需輸層に従事した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。